頃か、1センターから2コーナーにかかるあたりで4番たちが上がっていこうというところなんですが、5番の塩田がこれを許しません。5番の塩田が誘導員をかわして後ろの様子を見ています。残り600の鐘、4番の太刀は4番手に入ったまま、7番の茨城が切り替えて2番手の内側あたりに上がっていきました。4コーナーからホームストレッチ、間もなく残りが1周。5番の塩田がここは先行していきますが、外から4番の太刀も襲いかかる。5番の塩田が主導権を取っていくか。しかし2番手には4番の太刀が収まった。3番手に2番の音川が続いて、4番手に1番の青山、その外に3番の古谷という体勢。バックストレッチから3コーナー、5番の塩田が懸命に逃げる。2番手4番太刀、さあここは前に踏んでいった。4コーナーから直線、塩田が粘る。外から4番の太刀が迫ってくる。4番の太刀がかわしたか、ゴールイン。